行くぞ。第二分校への突入を開始する。ティータにランディさんもよろしく頼みます。ああ、とっとと終わらせるぞ。行くぞ。タケル、ラウドウォリアー前、ミーの方、早く崩れた。続きます。私の番です。サーチモード起動、解析完了です。行くぜ。あとは頼んだぜ。お任せください。青き翼よ、メタ。行くぞ。
よし。私の番です。行きます。ブレストバース。行きます。ブリューナク起動。操作。行くぞ。うなれ。うおー。ラフェンギル。情けない。私の番ですね。情けない。来ましたね。久しぶりですね、リーン君。こんな形で再会するなんて思いませんでしたけど。メアリー・アルトハイム、本校では主に軍楽を教えています。リーン君の本校時代には芸術全般を担当していましたけど。
俺の番だな。はっ、崩れた。やり、行くぞ。行くぞ。セン、崩れた。やり、僕の番だな。そうだ、もらった。俺の番だな。行くぞ。僕の番だな。ヴァンダールの剣、
強敵だ。気をつけろ。マイル。行きます。ブラストバース。俺の番だな。うなれ。うおー。ラセンゲ。崩れた。続きます。各種ステータス。まだまだこれか。よし、やった。たどり着いたようだな。
正解だ。卒業以来だな、シュバルツ。たく、立派になりやがって。第二の生徒に妹弟子。オルランド教官は初めましたか。本校で軍事動力技術を教えてるマカロフってもんだ。まあよろしくな。俺の番だな。はっ、今だ。やり、私の番ですね。やっ、今です。続きます。えガラ空きだ。行くぞ。行くぞ。俺の番だな。
今だ。やれ。行きますね。お熱いですがご容赦を。ファイヤー。私の番です。いいぜ。行きます。や。行きますね。青き翼よ。今です。続きます。俺の番だな。チャージするぞ。マイル。そこだ。私の番ですね。青き翼よ。シュート。行きます。チャージします。行くぞ。
お宝じゃねえか。本当にお久しぶりです、ランディさん、ユーナさんたちも。兄様、よかった。お姿が見られて。ええ、成り行きで少し妙なことになってしまったみたいですが、エリゼさんと一緒に皆さんをサポートさせていただきます。兄様たちのために精一杯頑張らせていただきますね。これで難易度としては妥当なレベルに落とし込めただろう。シュバルツァー、オールランド、7組に4番弟子も異論はないだろうな。
これよりアインヘル商用剤最終レベル X の攻略を開始する。待ち受ける彼らに示すぞ俺たちの意地と覚悟を。エリゼ、エリゼ先輩、ミュウ様、ミュウ様に皆さんもティオスケも元気そうで何よりだぜランディさんこそご心配をおかけしました。ユーナさんも来てくれてありがとうございます。そんなの当然じゃないですか。二人とも無事でよかった。本当によくぞここまでたどり着いたものだ。博士が容赦なく設定したというから今回ばかりは無理かと思ったが確かに理不尽極まりねえセッティングだったみてえだがな。たとえどんな難易度であっても乗り越えられない試練はないでしょう。7組やっていたランディさんが今までくぐってきた修羅場に比べれば強化。ええ、その通りです壁は乗り越えるためにあるってな。お二人のオペレーションもありがたかったですし。ふん、ハンデなど不要だったかもしれんな。もう博士テストはまだ終わっていませんわよ。ああ、最後は俺たちが相手になろう。皇太子殿下に選ばれた1組選抜メンバーとしてな。エイダ、フリッツ。デートの特別演習で私たちと競ったメンバーですか。さらにミハイル少佐が指揮官を。万全の布陣みたいですね。ああ、彼らは帝国各地の紹介で幻獣や魔皇兵の制圧も成し遂げた。実戦経験という意味ではもはや7組に勝るとも劣るまい。なるほど、デートの時とは面構えがまるで違うわけだぜ。本気みたいだね。あの聖杯前みたいに私たちと。ええ、ですがあの時とは少し違いますわよ、ユーナ。思えばあれからずっと私たちは見失いつつありました。一体私たちは何のために戦っているのかと。最初は殿下の騎士としてあり続ければいいと思っていた。だが殿下や本校のあり方が変わり、秩序が混沌に飲み込まれつつある今、見つめ直すべきだと気づいたのだ。世の礎たれ、獅子神皇帝が残したその言葉を。そうか、君たちもまさしくトールズなんだな。必要なんだね、私たちと全力で戦うことが。ええ、幾度となく対立し互いを高め合えたあなたたちならば。あり方を推し量るにはこれ以上の相手はないと考える。立ち会ってくれるな、ヴァンダール。分かった、フリッツだったら気が済むまでとことん付き合ってやるか。全力で応えます。同じトールズ生として1組と7組、魂と魂のぶつかり合いといきましょう。見ていてください、博士。よかろう、見届けさせてもらうぞ。一組、迎撃開始。シバルサーとオルランド、オーバルギアには注意せよ。相手をしてもらうぜ、旦那。必ず突破するぞ、7組、ティータも。イエスさあ、互いに全力を尽くすぞ。行きますわよ。覚悟してもらう。
きます。サーチモード起動、解析完了です。行きます、行きます、ブラストバース行きます。
ないぞ。お返しです。俺の番だな。さけ、ラウンドウォリアー、行くぞ。さあ行くぞ。はっ、ここまでか。負けられない。みんなのために。よし、掴んだ各種ステータス。まだまだこれからだ。せよし、やった。ですわね。抜かしてんじゃねえ。ええ、数も上回っていたのにここまで苦戦させられるなんて。さすがエイドたちっていうか。勝ったなんて思わない。それに正しいとも。それよりやっと一組と本気でぶつかり合えた気がする。ちょっとは役に立てたかな。言うな。あなたたちの覚悟しかと見せてもらいましたから。これで俺たちもようやく前を向くことができそうだ。礼を言う、7組。ああ、こちらこそ。どいつもこいつも立派になったっつうか。最初はどうなるかと思ったが、改めて共感ってのも悪くねえもんだ。そうだな。人の世は移ろっても。トールスはトールスか。兄様、エリゼ。よかこぶしで。私、私、エリゼ、よかった。少し痩せたみたいだな。心配ばかりかけて。この髪や目のことも。関係ありません。兄様がどんな風になろうと、兄様は戻ってきてくださって、こうして私の元に来て抱きしめてくれました。それだけで私は。ありがとう。俺の方だって同じだ。本当に本当に良かった。良かったね、エリゼさん。ランディさんもお疲れ様です。ありがとうございました、本当に。ティオスケもな、ナイスオペレーションだったぜ。これにて最終テストも終了。結果としては上出来と言えるだろう。4番弟子貴様のオーバルギアも課題の大半をクリアできていた。合格点をくれてやる。多少はラッセルに近づいたようだな。はい、ありがとうございます。ここでの研究は完了。もう一つの方も大詰めか。心置きなく
あれの見届けに取り掛かれそうだな。
ランクアップだね。皇子様からの賜り物だよ。わあ、よく頑張ったね。
揃っているようだな。7日ぶりだ。シュバルツァーに新旧7組、ハーシェルにラッセル、エリゼ城もご無沙汰している。アルフィン殿下にアンゼリカ城、よくぞご無事でいらっしゃいました。もったいないお言葉。すでにミルディーヌ様から話を聞いているやもしれませんが、本日午後とある場にいらっしゃるおつもりはありませんか。シュバルサーに新旧7組、リベール組とクロスベル組もだ。それぞれ縁ある者たちとまたとない再会にもなるだろう。返事はミルディーヌ様に。一応出迎えの準備はしておこう。それでは失礼する。